肌寒くなると食べたくなるおでん。今週金曜日の都心の朝の気温は今シーズン初の一桁予想。寒さが厳しくなる見込みです。あったかいものとして、まあ、代表を挙げられるのはやっぱりおでんなんで食べたくなる。なんかコンビニにおでんが並び始めたら、あ、おでん食べたいなって思う。こちらの焼肉チェーン店が今年3月から3つの店舗限定で開始したのは、当店焼肉屋になりますので、牛骨のだし、お出汁を今使ってご提供しております。焼肉店ならではの牛骨を使った牛骨だしおでん、550円で10種類のおでんが食べ放題だといいます。焼肉屋なんですけれども、おでんをこうめがけてご予約の方も増えましたし、まあ、好評いただいている形ですかね。さらにはこんな一風変わったおでんも。オリジナルのハモだしを使ったおでんが人気のこちらのお店では、大根の上にブルーチーズを乗せた洋風おでんが人気。洋風のアレンジをおでんでしたいなというふうに発想がありまして、まあ、ブルーチーズで濃厚なチーズのクリームシチューのような味わいを出せたらなというイメージでブルーチーズは着手しました。進化し続ける個性的な最新おでん、寒くなるこの週末に試したくなる最新おでんのトレンドとは。今はもう煮込むだけではありませんよ。おでんトークに話をさせていましたけれども、ね、大和京おでん、はい、俺2日前に作ったばっかなので。あ、作りました、うん、うわ、うちはまあ醤油効かせないで塩をすごくね使うんですけど、塩で鰹節と昆布で、あっさりして美味しいんですよ。行きたい、こいでおいでおいで。さあ、今日はそのおでんについて最新のトレンドをね、うん、詳しく見ていこうと思います、はい、それでは開店です。気をつけてください、谷原さん、はい、どうぞ。今日は解説の方いらっしゃいません。私たちだけで、スタジオでおでんトークしましょう。作ります、回転させる意味ないじゃん。ね、いやいや、鉄製なんですよ。しっかりしてますから。めちゃくちゃ重くて危ないんですか。こんなにおでんで埋め尽くしましたね、パネルを。やるんです、もう季節ですからね。やってやろうと思いました、今日は ね、はい、ということで続々登場、はい、おでん食べ放題なんていうところも結構今できていて、いろいろな居酒屋さんとかでもおでん食べ放題としてる場所があります。こちらのお店に関しては川崎市の高津区、神奈川県ですけれども、ゼロ秒レモンサワー仙台ホルモン焼肉酒場時和店。なんかいろんなものが集まってて、ね、美味しそう、はい、ゼロ秒でホルモンで仙台で焼肉で、そう、でもおでんなんですよ、出したっていうね。いや、これどうだろうか。こちらでは牛骨のしのおでんいただけるんですけれども、90分食べ放題でなんと550円ですよ。安いですよね、食べ放題ですよ、安い、ね、え、居酒屋だったらこれとんでもないですよね、赤字ですよね。いや、絶対赤字ですこれ、うん、ただこちらではこれのメニューだけは無理なんです。お店に行ったらこのおでん食べ放題をするにはワンドリンクとワンフード、これをして初めてこの食べ放題の権利を得られる。でも安い、でも安い、安い、はい、もう1200円ぐらいで済むでしょうね。ね、千ベロいけちゃう、千ベロ。おでん自体は10種類ほどいただくことができるということでございます。やはり若い人のニーズに応えるために開始をしたということで、今年の3月からこのおでん食べ放題をしたんですけど、若い人何おでん好きなの？あのね、結構やっぱり投稿があるみたいですよ。やっぱ寒くなってくると食べたくなるよね。食べたいですよ。あとコンビニとかにね、置かれ始めると、あ、この季節だと思って家でもやりたいと思いますよね。あの香りがするとね、はい、うん、家で食べるおでんもいいんですけど、やっぱり外で食べるお店のおでんって行ってみたい、いいね、うん、なんか憧れ、おでん屋さん、おでん専門店ね、はい、高級なとこあるよね、銀座の美味しいとこあるよ。あるんですか、地下のとこ。地下のとこ、そうなんだ。後で教えてもらおう、うん、教えてあげよう。で、現在おでん食べ放題のため予約が週に10件入っている。1日100人前のおでんを提供ということで、やっぱり反響大きいそうです。100人前ってすごい仕込み、うん、ね、これ大変だよ。その他にも東京墨田区錦糸町にありますおでんと釜炊き飯青ちょ、こちらではお店入った時にお通しって出てくると思うんですね、うんうん、このお通しがなんとおでんの盛り合わせになっていて、食べ放題550円、だから時間制限ない、もう入ってお通しでい
けちゃうっていう。なんかこれさつま揚げ、はんぺん、はい、ちくわぶ、大根、これシューマイ、シューマイです。シューマイあるよ。珍しい。全8種類のおでん。ありえない、すごい。は、十分食べ放題じゃなくても安いお通しです。安いですよね。ね、はい、で、あの一品料理としてのおでんもあります、うん、それはちょっとつゆが違うとか、はあ、そういったものも用意している。これワンドリンクとかそういうのなくて。これはないですね。ないの、はい、まあ、お通しということで。あら、もう本当せんべろだわこれ。いいですよね、最高、はい、うん、タイヤさんも抱きついちゃったおでんに伸びちゃ気分だった、はい、でなぜここまでおでんが人気なのか、うん、全国のおでんを300店以上食べ歩いてきたという、まさに自身の舌を鍛え上げてきました。はい、こちら野牛久兵衛さんによりますと、一兵衛足んないね。コロナで打撃を受けた飲食店が需要回復の起爆剤として身近なおでんを食べ放題で提供するようになったと。だから今始まったことではなくて、やっぱり少し前ぐらいからじわじわ来ていたんだよ。やっぱあのおでん自体って、はい、細かいことをやったら突き詰めるとすごくいろんな、ね、あの、はい、手間かけることができると思うんですけど、うん、意外とシンプルな料理じゃないですか、はい、言われてみれば。だ調理する方もなんか入り口は入りやすいのかもしれないですよね。あ、いろんなお店、そうかもしれない、うん、ただ一回作ってしまうとね、その後しかもずっと続くっていうところもまた良かったり悪かったりなんていうね。それ家庭の話ね、はい、うちの子供なんてね、もうおでんが初日出たらみんな顔暗いもん。あっても明日もおでんか、明後日もおでんか、しばらく続きますよね。ああ、おでん出たらちょっと贅沢な悩みですけど、うん、贅沢、はい、贅沢だよね、はい、うん、羨ましいです。さあ、韓国でも実はおでんなるものがあります、うん、それがね、オムクと言われているもので、蛇腹状にですね、このように白身魚を練ったものを刺して、まあ、スープで煮込んでいくというものなんですけれども、どんな味なんだ。ジューシーな食感というよりも少しね、固めな感じ、なんかね、うん、サクサクと、僕ね、ちょっと重くなのかどうかわかんないですけど、食べたことがやって湯葉じゃないけど、はい、そんな乾燥湯葉をなんか戻したみたいな、そんな感じなのかな。似てるかもしれない。もうちょっと弾力あるか、さつま揚げほど弾力はないという、うん、結構歯切れはいい感じですね、うん、日本でもあの非常に人気になってきている、映画とか韓国ドラマでも食べるシーン結構出てきているということでした、うん、実際東京の新大久保にあります文宿ジップというお店でもこのプサンのおでんを出している。1本300円、非常に美味しいものだということでした。その他ですね、こちら東京の新宿にありますちょいおでん、ブランドマネージャーの矢ヶ崎さん、実はこちらのお店ではすっきりしながらも旨味がある、まあ、だしを使っているハモだしを開発したということです。贅沢けれども、ご本人、煮込むだけがおでんじゃないと、はい、変わり種作りました。どういうものか、煮込まないけどうまい、ズバリスープをかけます。コロッケにおでんのだしをかける。これ絶対おいしい。あら、すごい。これはうまい。なるほどね。おさむさん、これきますか。これはいいですね。これはアイデア。アイデア。これはいい。本当だ。コロッケ。これもおでん。私もかけうどんとかにコロッケつけるタイプ。うん、だから、うん、絶対合う。わかる。気持ちが先走ってるね。あのね、とんかつにちょっとお茶をかけたりなんて食べるところもありますよね。ね、揚げ物に。どうですか、こういうちょっと変わり種は、風間さん。いやー、なんかいけちゃいそうな感じ。いけちゃいそうな受け入れてくれた、はい、よかったですね。今日は何が出てくるのかな、ね、みたいな、食べれるのかなっていう。立ち食いそばなどからこれイメージ発案した、うん、いやいいね。あとはガーリックトーストにもかけてます。そう、いろいろかけちゃうね、はい、いろんなことをヒントにメニューを開発しました、うん、という中で、さらにこちらのお店では、うん、おでんの常識を覆す、うん、ちょい足しおでんも人気なんです、うん、3つご紹介します。1つ目が大根プラスアルファブルーチーズ、2つ目がちくわぶプラス明太バター、あー、これちょっと行ってみたいね、なかなか。そしてもう1つがハンテン足すジェノベーゼということで、お店ではこれが商品なんじゃなくて、上に乗せるものとおでん、それぞれ自由な組み合わせの中で特に人気なのが大根プラスブルーチーズということで、今日皆さんに試食いただこうと思います。実際お店から今日はいただいたものを提供しました、ありがとうございます。私は大根が一番好きなんですよ。大根美味しいですよね。大根ブルーチーズ、これは一緒に食べた方がいいですよね。そうですね。どうしたの、送ってますか。ちょっと何、ブルーチーズ抵抗あります。いや、これ、まあ、合うのかなすごい、ちょっとね、合うかなっていう、想像できない。人気だそうです、本当に。どうですか、うん、香り合いますよ。ブルーチーズもそんな癖が強いブルーチーズじゃないです。あ、
あ、ありがとう。結構ブルーチーズかよ。ブルーチーズ。あ、でも美味しい。うん。うん。うん。あ、美味しい。美味しいです。おでんと思って食べるとどうですか？おでんじゃない感じ、むしろ。どうですか？ちょっとイタリアンというか、面白い。ちょっと洋風な感じになって、でも味変としてはバッチリですよね。どうだいさん。いや、美味しいです。最初私正直おでんの風味がもしかして負けちゃうかなと思ったんですけど、最初確かにチーズが強いんですよ。でも塩分が最終的におでんの旨味を引き出す。で、大根がちゃんと甘く最後なってくれるので、おでん負けてない、美味しい。ここの大根のおでん自体がすげえ美味しい、ね、この大根のおでんがめっちゃうまいですよね。めっちゃうまい。だからシンプル派だ。2個入ってるんですけど、1個ブルーチーズで、1個は大根、あ、うん、やっぱりもうだってそうですね。ちょっと風間さん完食しちゃいましたから。大根美味しいですね、これね。大根美味しい。僕大根もブルーチーズももったいすけやな。ありがとうございます。よかった。なので、いろんなトッピングをしながら楽しむというのも今いいトレンドだという。おかわりしたい。ね、おかわりしたいですね。はい。その他、柳生さんおすすめのおでんご紹介いただきます。これがね、小田原のオールスターおでん。どういうことか。練り物違います。神奈川の小田原市、やっぱり練り物すごく有名じゃないですか、ね、練り物だよね。老舗店、かまぼこ店、いろんなお店ある。地元商店などがいろいろな商品を詰め寄って集め合って、およそ60種類のおでんが味わえるという。いつもはこうやってこうライバル関係のいろんな会社が共同で、私の店のこれどうか、あれどうかということで、もう本当町おこしの一つです。それが小田原おでん盛り合わせ、おまかせ5品ということで、小田原おでん本店でいただけるということですね。これね、あの梅味噌で食べたりなんていうことで、おつですね。最高ですね。からしと柚子胡椒かな。わー、いいですね。薬味とかでアレンジしていくのもいいですね。楽しい。日本酒が飲みたくなるね。ね。ですから、もうキャンキャンに冷えたね、雪冷えかなんかでね、あっちと冷たいのをいい感じで心を温めてもらえばいいと思いますね。ね。今夜何する？おでん。以上です。ありがとうございました。